それはもちろんね、はい、受かるなら現役の方がいいに決まってんですよ。あえて浪人する意味は別にないんで、はい、武田塾チャンネル。だいぶこの動画も始めてから結構時間経ってるじゃないですか。はい、あの質問がね、はい、まあ、ちらほらやっぱ増えてきてる感じで。増えてきてますね。やっぱその受験生は悩んでいるんだろうかと。そういうことでですね、あの今日もね、はい、どしどし質問に答えていこうということで、はい、この番組何でしたっけ。この番組ですね、はい、受験相談 SOS ですね。はい、はい、ラミ先生、はい、今回の質問は何ですか。はい、今回の質問はですね、東大志望の文系小里です。偏差値はあまり良くないのですが本気で東大を目指しています。うん、現役語学にはこだわるべきでしょうかと。うん、まあ、まあ、はい、できるならそう絶対した方がいいですよね。まあでも現役でマニュアル据えるつもりじゃなかったら、はい、浪人したって受かんないですよね。それですね、本当、うん、結局浪人しようって思ってて、で現役じゃやるかってなって、うん、まあ絶対受かんないですし、その後浪人しても難しいですよね。うん、はい、まあ、もし浪人も覚悟してますってことでも、はい、浪人が結果的になったのと浪人を意識して勉強したではモチベーションに全く違いが出るので。違いますね。特にね、浪人した場合でもどこまで受かったかっていう情報は凄まじく重要ですよね。うん、ですね。例えばマーチは受かったんだけど早慶はダメだったとか、うん、地方国立は受かるレベルまでセンターは取れたんだけど、はい、まあ、やっぱりその東大は足切り食らっちゃったとかさ、はい、その実力がどこまであったかで今後やんなきゃいけない勉強はやっぱ違うし、1年間入試に挑んだっていう経験は、うん、浪人生はね得ておかないと現役生2年目とは変わんないですからですね。留年ですから、それは浪人じゃなくて よし今年から頑張るかみたいな。そうそう。なんかもし例えば今これが12月とか11月で、うんうん、なんか今からじゃあその東大に、まあ、ちょっと今偏差値分かんないですけど間に合わせようとしてめちゃめちゃなルート組むっていう感じだったら、うん、まあ、ちょっと浪人見越して基礎からしっかりやってた方がいいかなっていうアドバイスはあるかもしれないですけど、まあ、あと1年ありますからね。センターをしっかり、まあ、9割ぐらいやっぱ取るような、まあ、最善策を取っていってほしいですよね。そうですね、うん、はい、なので、まあ、まず全力で挑むと。浪人っていうのは結果としてなるものであって狙ってなるものではないからそうですね、間に合わせるつもりでやらないと浪人したって間に合わないと思っておきましょうということですね。はい、はい、今回は以上です。はい、動画だと質問しづらいからちょっとプライベート的な話をね、はい、もう直接塾に行って質問したいという人もいると思うんですけど、はい、そういう人たちはどうすればいいですか。こちらですね、こちら、はい、うん、こちらに、アクセスしてもらえれば武田塾で無料で受験相談受けられますので、うん、はい、皆さんどしどし応募お待ちしてますので、うん、最寄りの校舎にね、はい、相談していただければこちらもね、はい、教務陣一同、はい、全力で対応させていただきますので、はい、僕はお茶の水にいます。はい、はい、